本作をご覧になっていただけたんですかね、お兄様は。僕はこう見てくれて、<え>あのもう僕のお兄ちゃんはあの普段映画とかを見れない人なんですよ。見れないよ,よ。見れ<の> <laughs> えっと見ないとかじゃなくて見れないですか。まあ、登場人物を覚えられない、内容がわからないで、ね、あの映画は何だったのみたいな。 のが多いんですけど、まあ、僕が出てる。お兄ちゃんディスり始めましたね。<laughs> でも、あの、僕が出てるということで、あの、しっかりこう、見てくださって。はい。嬉しいなっていうふうに思いました、ね。え、なんか感想とかはどういう感想をいただきましたか?。いや、でも、なんか普段の僕と違うんで、こう、いい意味で面白かったと言いますか。はい、また、違った一面を、こう、役でできるのはいいねっていうふうに言ってくれましたけど。えー、はい、嬉しかったですね。ありがとうございます。直屋さん、いかがですか?。はい、そうですね。見てほしいですね。 見てないんのあれ、ごめんなさい、聞いてもいいですか、見てないんですかね、見てないです、でも、この映画を撮るってなった時には言いました、今度、グループでやるんだっていうのは、そしたら、ておっしゃってましたか、いいじゃんって、頑張ってって、お兄ちゃんもグループで以前、映画をやってまして、そちら、僕、しっかり見てるので、ぜひこちらの僕たちのバトルキングも、見てもらおうかなって思います。一応見ててよよっいううな連絡とかかはしたんです してないです、まだしようよ恥ずかしいねじゃあ今日終わったらしましょうよそうですねじゃあ終わったらはいちょっとします見てくれると思いますかお兄さんうん見ると思いますよ見てほしいねナイさんチケット渡す時んて言うんですかほらよってあほらよお兄ちゃんにまでそれなんだいやでもなんだろうほんとに最初はこう、びっくりっていうかえまさかこの兄弟でほんとに兄弟やるんだみたいな感覚だったのでんか うん、すごく不思議な感じだったんですけど、まあ、だから最初はだからこうお互いこう、フミヤにしか見えないみたいな感じだったりあとこうなんだろう愛之助が僕は愛之助という役を演じたんですけどあの自分よりもなんかより弟愛みたいなのをこう表現するのが強かったのでちょっと照れくさいところはどうですか、フミヤさんいかがですか。 僕は逆にこう龍之介がちょっとこ,うこっぱずかしがる感じのキャラクターなのでなんかあえてずっとこう名前で呼んでみたりとかなんか少し距離があるので兄弟間でなんか僕はどっちかっていうともうお兄ちゃん、お兄ちゃんっていう感じなのでに、ね、<laughs> ッハイチンっていう感じなのでなんか少し距離を置くじゃないですけど。 なんかこう年相応の距離感みたいなのがあったので、はい、そこをちょっと作るのがちょっと難しかったなっていうやっぱちょっと照れるもんなんですかやっぱり照れる最初はその現場入ってからはなかったんですけどその読み合わせの時とかはい。確かになんかこうなんだろう全然衣装とかも着てないレッスン上でこうやって向かい合って演技するのすっごい恥ずかしくてなんかそれこそお家とか帰って二人でこう兄弟についてみたいな話するんですけどこの直江兄弟に対して、うん、はい あのそこを話しているところが逆にちょっと恥ずかしかった話しているときはいいんだけどふとしたときに俯瞰 <laughs> の自分がいるとえ俺らなんかすげえ熱くないめっ,ちゃ熱く語ってるから <laughs> その恥ずかしさあったね。そう